伊賀谷駅は、佐賀県佐賀市兵庫町赤宮にある、九州旅客鉄道長崎本線の駅である。駅番号は、JH07。1995年の駅舎1891年8月20日、九州鉄道により、佐賀線、鳥栖佐賀間が開業した。当時神崎駅佐賀駅の 9km 余の区間に、駅は設けられなかった。1925年、 不便さを感じていた、当地周辺の兵庫村、久保泉村、金流村、西郷村、境の村の有志が会合を開き、駅誘致運動を開始する。県や国への働きかけを続けた結果、1928年に駅開設が決定され、同年12月開業に至る。駅名は、所在地の地区名に由来する。江戸時代、この地の集落は、 伊賀屋村と呼ばれていた記録がある。1933年までに伊賀屋と北のセフリ村方面、及び南西の兵庫村中心部や佐賀市中心部方面を結ぶ県道が開通。市営バスが市中心部とを結ぶ路線を設置した。セフリ村方面の林産物が県道を経由し、当駅から出荷された。また、貨物の取り扱いも行われた。 駅前には、伊賀や郵便局が設置され、商店や住宅が立ち並んだ。その後駅需要が減少、貨物取扱いが廃止され、無人駅か、1994年には、郵便局も、市街地である、兵庫南2丁目に移転し兵庫町郵便局と、解消した。相対式ホーム2面2線ホームを有する地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。 ホームは817軽電車に対応して2両分がかさ上げされており段差なしで乗降できる。無人駅で駅舎には自動券売機が1台設置されている。かつては簡易宅駅で順常備式乗車券類発売駅であり駅前の商店で発売されていたが駅舎内設置の自動券売機での発見が増加したことに伴い2010年3月末をもって 発売終了となった。2011年度の1日平均乗車人員は253人である。北側は田んぼが広がる。住宅はやや多い。ありがとうございます。